作品が目に浮かびながら演奏させ
The Boat is White というアイルランドの民謡を私が日本語に翻訳というか歌詞を作ったものを歌いたいと思います。
バみたいな楽器と一緒に、やった CD に入っています、はい、ちょっとここで遅ればせながらですがメンバーの紹介をしたいと思います。まずオンピアノ&ボーカル新谷やり子さん。もうあの新谷やり子さんはね、あのなんだろう、私がこの古楽からこういうジャンルに転身するきっかけを作ってくれたと言っても過言ではないあの方ですね。はい、そうですか、今初めて聞いたみたいな。あ、おかしいね、2年前ここでコンサートやったんだから。そう、あのピアノって結構あの一般的な楽器ですけど難しいなと思って、っていうのすごいあれ打楽器なんですよね。ハンマーで叩いて音を出してるので、すごい結構強く弾く人が多いっていう印象だったんですよ。でも私はなんかそのオペラ歌手みたいな感じでもないので、普通のやっぱすごい普通に弾かれちゃうとピアノの強さに結構消されちゃうっていう感じがあったので、あのどうかなと思ってたんですけど、もうよりこさんは、はあ、ありがとうこうあのね、あのよりこさんの、ね、ピアノすごい素敵な、ね、優しい音で、ずっとりょうこさんと一緒にやってるとあのピアノが全部そういう音になってるんじゃないかって思っちゃうぐらいなんですけど、全然そんなことはなく、すごいね、技術を持っていつも支えてくださってます。それから、オンギター、入江雅人さん、パンさん、はい、今日はやる前と思った、やってまた何を、違う曲が不明に何弾いてるみんな絶対知ってめくってていいけど、あるよね、あるある、結構今日はやる前と心に誓ってたんだけど、コンサートやったよね、そういうことがいっぱいありますからね、ちょっと機会もねいじったり、そうなんですよね、はい、でもあのこの3人でさ、ライブは2回目やったっけ、え、もっとやった、もっとやってるよ、おかしいな、おかしいな、記憶の新鮮ということですよ、皆さんね、だいぶ英語に考えましょう、関西とかもそうそう、でもよくねリハーサルとかするときに3人っていうのはなかなか面白い空気になりましてね、1曲こうやるじゃないですか、でふわんとなんか変な空気がふわんと流れるわけで、私が「今のやねんけどさ」って始まったらさ、泉が「ほら来た」っていう感じの顔をするんですよ、でよりちゃんにさ、今のなんだけどさ、ブーッとこう始まるわけですよね。だから始まったら、いつもこう携帯なんかいじって、私知らないみたいな。ちょっとすごいバトルするんですよ。俺あの空気 YouTube に上げた方がいいですよ。絶対すごい回数いくと思う。わからないじゃないですか。もうね、いやいや、もう本当にまあリハーサルというのは、まあその一瞬一瞬で演奏して、まあこういうトラッドな曲っていうのは特にね、いろんな演奏のスタイルがあるんで。アレンジがね、そうそう、で泉はもういつもこう綺麗な心でこんなんやりたいんですけれども持ってくるんだけど、いや綺麗じゃないとは言ってません。私は素直に、あ、これなんだけどね、俺こんなんがええと思うねんけどって始まったっていう顔してね、びっくりですね、ものが来ますもんね、そうそうそう、それこそアメマリアがね、モサノバになったりディスコになったりとかね、で、いい時はいいんです、もうそれでトントン拍子で行くんですけど、いけない時は多摩川の川に行って空気を変えようとか、あ、たまに聞いたことありましたね、なんかちょっと空気変えようとか、そうですね、やっぱり大変だよね、気使ってね、急にありがとうございます、いやいやいや、本当大変だと思う、いやいやいや、大変なのお二人で、本当お二人がですね、すごいアレンジとかをすべてやってくださっていて、私は本当に歌うだけっていう感じで楽させていただいてるんですけど、もうすごいね、ね、あんなアレンジになると思わなかったみたいなのを毎回こう出してくれるので毎回大変だよね。今回はどういうやつだよ、ね、ね、同じ曲なんだけどね。はい、で、CD も全部お二人にご協力いただいて、演奏はもちろんなんですけど全部すべてアレンジもしていただいてて、かなり面白く、ね、なりましたね。はい、パンさんは実はね、ベースがね、あ、ベース今日持ってきてないけど、ベースで、なんだっけ、全国1位になったことがあったよね。いやいや、まあ、そういう話はちょっと多いと思うんですけど、ね、これ私ね、ずっとなんか一緒に演奏してたらずっと知らなくて、これから MC で絶対行ってやろうって。すごいですよね、めちゃめちゃすごいですけど、俺もゆりちゃんのこと MC で言っていい、子なんですか、ね、俺がまだ温度にさ、楽屋の電気バーンにしてさ、あ、行くよみたいな、みんな浸透しちゃうじゃ
そうか。このバンド仲悪いの。いや。サイレントナイトな感じにしようかな。はい、キヨシコの夜と諸人こぞりてっていうキャロルをちょっとですね、今日は皆さんにもちょっと一緒に歌ってもらおうかなって思ってるんですけど、最初にちょっと私たちもやってみます。
とくので、じゃあこっちに1個、こっちに1個、はい、まあ、かなり目立ちますので頑張ってください。ちょっとパワハラちゃうか、そう。日頃の成果。最後の週はあーってここでパッてやらない。
って思ってごめんなさい、おかしいよ。ちょっとなんか私みんなで歌ってなんてすごいテンションがなっちゃう。すごい大好きなの、大好きなの、ね、最近言葉までの美しい、ね、あちょっと見れます。アベマリアはあのカッチーニのって言われてるんですけど、カッチーニじゃない人が作ったけどカッチーニのって言われていて、あの本当はロシア人の人が作ったらしいんだけど、カッチーニっていうのはイタリアの人で随分昔の人なんですけど、あのそういう有名な人の名前を借りれば売れると思ったっていうか世に残ると思ったらしくって、カッチーニのカッチーニって名前で出したんですけど、全然まあ様式とかも違うし、まあ最近の人なんだろうなっていう。がまあ、それがこうそうしてすごくこれが世界三大アベマリアの一つに仲間入りしていますのでしてやったりっていう感じですね。めっちゃ早いよ。ちょっとドキドキしてモロビトをちょっと引きずる。あ、なるほど。ドキドキして、はい、深呼吸して thank you.
いろんなとこ行って演奏したね。え、単独でも。え、単独でもいろいろ。ああ、そうです。一緒に行かなかったけど ね。名古屋に、この間名古屋に行ってきまして、うん、割と私がやるところはこう大きいホールではなくて、ちっちゃいこういうカフェとかそういうレストランとかが多いんですけども、行かせていただきましたね。去年は一緒に京都にね行ったりとか ねしたんですけど、よりこさんとパンさんは一緒に猫柳楽団というバンドをやってらっしゃって、よくお二人も遠征してますよね。はい、今年一回行きました、うん、はい。長野とかも長野ね、もう今寒いやろな、すごい。長野の人がよくフェイスブックに上げてるけど、もうすごい雰囲気あそこ行ったところがあんなになってるわっていうのが積もってましたね、うん、でもやっぱり猫柳はヨリちゃんがねメインでこう歌ってるじゃないですか、うん、でMC はねやっぱりこうイズミンの時とやっぱヨリちゃんの時とちょっとこう気持ちを分けてやろうかなと思っていて、分かれてる、うん、一応クールにやろうと思って心がけている。え、私の時は、え、私の時は、そう本当に、うん、なんかバチ当たりそうでなんか今日のお客さんみんなにクールかどうかって聞いたら絶対ねバツ、いや関西人が喋るとこんな感じになるんですか。関西人がおとなしくしゃべる、そっか、おとなしくね、うん、普段はねもっとね、そう、柳さんの時はもっと爆発してる、ね、そう、爆発してますね最近終わってね、演奏あ、パンさん、MC のギター弾いてたのに MC のとかって言われるようになってしまってね MC のって言われちゃうの、またそう、MC やってギター弾いてたより MC 喋ってたのが長いみたいになっちゃってじゃあ、もうそろそろ終わりに近づいてるんですけど、ちょっと雰囲気変えて、よりこさんが作った曲ですね、君の天使という曲をやりたいと思います。この曲も CD に入れさせていただいたんですが、ね、心よく収録させていただいてありがとうございます。亡くなったペットに対して、気持ちを、友達、親友と私の、それ猫が大好きで猫飼ってて、もうおばあちゃんとおじいちゃんになって18歳ぐらいの猫ちゃんが亡くなって、で私の猫も、私の猫が先だったのかな、先に亡くなって、でその友達の猫が半年ぐらい後に亡くなって、でその時に作った曲なんですけど、いつもそばにいるよっていうこと
な思いが込み上げてきちゃってすごい、あの、うん、なんかね、だいたい最後にやるんですよね、困っちゃうね、最後にね、込み上げてきちゃってね、はい、では最後に、最後の曲やらせていただきたいと思います。まあ、クリスマスじゃないですか。だからみんなでやっぱりこうクリスマスを感じようと思う。で、あの世代的にはビートルズ世代なので、ジョンの、ハッピークリスマスボーイズオーバーという曲をやりたいと思います。もしご存知の方は皆さんぜひご一緒に。Thank you.
そう。